八潮排水機場付近水門の奥が中川外環道との平行部分綾瀬川放水路は埼玉県草加市の綾瀬川から八潮市の中川を結ぶ放水路である。全長約4トル。ほとんどが東京外環自動車道に沿って整備されている。中川、綾瀬川流域は特に低層のため、水が止まりやすい地形である上、都市下の進展により大雨が降ると、 たびたび洪水になり、流域住民を悩ませていた。そのため1980年に、全国で10番目に、総合治水対策特定河川に指定され、建設省、東京都、埼玉県、流域の40の自治体による、中川、綾瀬川総合治水対策協議会を発足させ、1983年に、流域整備計画を策定した。その中に、 綾瀬川放水路の整備が盛り込まれ、1992年11月に東京外角環状道路の開通とともに、川水路と地下貯留層が完成。また1992年8月に北側の放水路、さらに1996年5月には南側の放水路が完成した。1999年に八潮排水機場のポンプが完成し、 すべての設備が完成した。綾瀬川に水門を設置、U 字型のコンクリート築堤を東京外環自動車道と国道298号を挟む形で設置している。途中の河川、用水路との交差部にも水門を設置している。また中川側,側には水門と洪水地に使用するポンプ場を設置している。 綾瀬川の洪水の一部100立方メートル、セックと途中の流域の洪水を合わせて、最大150立方メートル、セックを中川へ排水する。ありがとうございます。